こんにちは、情景描写ピアニストの山地真美です。日本各地の情景や文化、歴史をテーマに作曲と演奏しています。現在音楽と映像で日本百景を描く浮世音の作品制作を進めています。この動画シリーズ日本音話では、明日から誰かに話したくなるような日本各地の豆知識を私の情景描写音楽と一緒にお伝えしていきます。今回のテーマは東京都にあります八丈島です。について知っておくとより楽しめる3つのポイントを簡単にまとめました。それでは1つ目のポイントです。八丈島にある八丈富士は、その名の通り富士山を彷彿させるような山で、島中のどこからでもその存在を感じることができます。標高854メートルとそこまで高くないので、誰でも気軽に登ることができます。2つ目のポイントです。三原山と八丈富士の2つの火山が連なっていて、上空から見ると中央がくびれた氷炭のような形をしています。この形から有名なアニメひょっこりひょうたん島のモデルにもなりました。東京都でありながら亜熱帯気候を持つ島で、羽田空港からたった55分で行くことができます。3つ目のポイントです。この島には島流しにあった流人がもたらした様々な文化が存在しています。流人の歴史は、岡山城主でもあった宇喜多秀家から始まって、275年間もの間に1900人が八丈島に送られました。ちなみに八丈島に残っている方言は日本三大方言の一つだと言われています。宇喜多秀家のふるさとである岡山の方言にも通じるものが多いと言われています。それでは今回のテーマ八丈島をピアノの音楽に描写していきたいと思います。八丈島は風が強いのも島の特徴です。また海の独特の青い色は八丈ブルーとも言われています。島に吹く風や海の青い爽やかな様子を、ファラドの和音から始まることで表現してみたいと思います。このファラドの和音でもある F のコードというのは、海岸を想起させるようなボサノバの音楽などでもとってもよく使われている和音なんです。また八丈富士のダイナミックな様子を表すために、時にメロディーをオクターブで演奏することで厚みのある音楽を作っていきたいと思います。それでは実際にピアノを演奏してみます。
いかがでしたでしょうか。ぜひ本編の浮世音も本文のリンク先からご覧になってみてください。それではまた次回。